皆様お疲れ様でございます。久蔵と申します。いつも動画をご視聴くださいましてありがとうございます。今回はですね、日頃より大変お世話になっており、僕がですね敬愛しております大阪のですねゲームコレクターの方々より、ゲームトレードであったりですとか、あといただき物としてですね、こんな大きな段ボールをいただきまして、こちらをですね開封しまして、こちらをご紹介していきたいと思います。これね、何が入ってるか本当わからなくて、本当大きいんですよ。こちらをね開けていきます。こんな感じでですね、大きな袋が4つ入っておりました。今回ですねこちらをお送りいただきましたのは、大阪のですねゲームコレクターのソラさん、最近ですね DS を精力的に集めているカイさん、あとはですねもうアクションゲームがめちゃくちゃうまい、どちらかというとですねハード系のメンテナンスがお得意のタカさん、こちらのですね3人からいただくことができました。どうしようかな、何から行こう。ちょっと気まぐれにこちらから失礼します。こちらはですね、タカさんからいただいたものです。まず一つ目ですね、一つ目はですねこれです。これご存知でしょうか皆さん、ナムコのですねプレイステーションの周辺機器のネジコンでございます。これですね、僕はあのタカさんにいい感じの箱付きがあったら確保しといてもらえませんかっていうのをですねちらっと、お伝えしておりまして、それをこう覚えていてくださったんでしょうね。これはいい感じですね。で、あのネジコンのネジってねじるのネジなんですね。こういうあの例えばリッジレーサーとかですね、そういったような形でこういうハンドル操作がこうできるものなんですね。これ懐かしいですね。あの曲がってもこう、はい、反発して戻る形になっておりますので、結構ねこれ使いやすいんですよね、意外にも。ありがとうございます。はい、ということで一つ目はですねネジコンでございます。続いてはですねこちらもプレイステーションの周辺機器で、タカラから出ておりましたルーレットコントローラーですね。これはあの僕タカラのですね人生ゲームプレイステーションのは確かね、プレイステーション1のシリーズは全部やった気がするんですけど、このコントローラーは知らなかったですね。で、これね、開けたかったんですけど、裏見るとですね、新品って書いてあるんですよ。どうしようかな。これね、本当はぐるぐる回してみたいんですけども、これは申し訳ございません。このままですね、しばらく取っておかせてください。ありがとうございます。よいしょ。はい、じゃあですねこれタカさんからいただいたものがもう一袋ございまして、こちらを、開けていきたいと思います。続いてはですねこちらでございます、プレイステーションのナムコの周辺機器の、ボリュームコントローラーでございます。これって僕知らなかったんですけど、これ単品で売ってたんですね。これ確かあのナムコミュージアムの2だったかな、そこに、まあ僕の勝手なイメージなんですけど、なんか同梱していたイメージなんですよね。箱の状態がもうピッシピシです。はい、こういうですねアルカノイドのコントローラーみたいな感じですね。ということでボリュームコントローラーです。続きましてがですねファミコンの周辺機器のマルチアダプター AX1 でございます。これもですね、僕はいつか買おうで、前にタカさんからですね、これお持ちですかということで、そういえば持ってないですということでですね、タカさんからご好意でお譲りいただいたものです。で、これですね、どういったものかというと、コントローラーのあの十字キーとかボタンがないじゃないですか。これをですね、コネクタに差し込むことによって、もともとついているコントローラーの1コンであったりとか、ワンコンであったり2コンがこう連射が使えるようになったりとかですね、あるいはここからですねイヤホンをつけてステレオでファミコンの音源が楽しめたりというような周辺機器だったんですね。はい、ということでございましてありがとうございます。これめちゃくちゃ欲しかったです。マルチアダプター AX1 でございました。でですねこれ中に3本入ってるんですけど、この3本ちょっとやばいですね。これいいのかな。ディスクシステムのあのジャレコから発売されましたモンティのドキドキ大作戦というゲームで、
これですね、僕ディスクカードは持ってたんですけども、説明書付きが持ってなくて、ずっとですね大阪のメンバーの方々にも欲しい欲しいとずっとですね口酸っぱく言っていたっていうもので、すいません、これ代理でご購入いただいたのかな。どういったゲームかというと、横スクロールかつ縦スクロールのアクションゲームで、このですねモンティっていうキャラクターが脱走してですね、で自分を牢屋に入れた真犯人の証拠をですね、アクションで証拠を掴んでいって、最後にこう黒幕を暴いていくっていうもので、これですねいつか僕攻略動画出したいなって思っていたんですけども、説明書のあの細かいアイテムのですねスクリーンショットとか撮りたくて動画撮れずにいたんですよ。で今回お送りいただいて本当嬉しいな、これということでですね、モンティのドキドキ大脱走でございました。はい、続いてがですねこちらでございます。エピックソニーから発売されておりましたフックでございます。いやこれは僕欲しくてですね、横スクロールのアクションゲームで、ただねこれ当時僕クリアもしていなくてですね、前にゲームコレクター QZ っていう企画動画で僕ですねエピックソニーから発売されているハドソンホークっていうのをクリアしたんですけども、それと同じメーカーで、これね同じような感じでめちゃくちゃ難かった記憶があるんですよね。これもねいつか、ゲームコレクター QZ なるものでクリアまで行きたいですね。でこれはもともとタカさんがお持ちだったものを今回ですねご好意でお譲りいただいたというものです。ほんのりだけダメージはあるんですけどもね、まあこれも最近なかなか見ないですからね、完品でも余裕で5000円以上したり、備品とかだと1万円前後で取引されるものなので、これは本当に嬉しいです。タカさんありがとうございます。こっちとかめちゃくちゃ綺麗ですね。はい、こんな説明書でございます。真っ白な、カセットですね。これかっこいいですよね。はい、こんな感じですね、中もですねすごくいい感じです。これはね、いつか遊んでクリアまでやりたいです。はい、ですねこれなんで送ってくれたんですか。いや本当にありがとうございます。ペーパーボーイでございます。しかもねこれあのねめちゃくちゃ綺麗なんですよ。これ真っ白ですよ。この状態ならどうですか、1万5000円前後しちゃうんじゃないかなっていうもので、いやありがとうございます。もともとはこちら洋ゲーだったりとかしまして、こう斜めスクロールのシューティングというかアクションゲームといったらいいんですかね。このですね新聞配達の男の子がこう新聞をこう投げるわけなんですよ。でそれでこう家にこう入れたりですとか、こうポストに入れたりですとか、新聞をですねそれでこう点数を稼いでいって、途中あの邪魔が入ったりとかしまして、それをこう新聞でこう回避していったりとかですね、そういったような、ゲームでございます。ざっくり言うとですね。いやだってこれめちゃくちゃ備品ですよこれ。いやなんかほぼ新品みたいな感じなんですよねこれね。付属品の数々でございます。説明書は僕見たことあるんですけども、これ知らなかったですね。なんかプレゼントの応募券みたいなものがあのついている、付属品ですね。いやこれ僕は裸カセットも持っていませんでしたし、すごく嬉しいな。ゴリゴリに綺麗ですよこれ。これでも本当に新品みたいな感じですよね。いやすいません、ありがとうございます。ペーパーボーイでございます。いや結構汗かく感じでしたけど、はい、じゃあ次はですね、もうすぐで Nintendo DS をコンプリートするんじゃないかっていうですね、カイさんからの、贈り物でございます。なんだろうな、いやカイさんのもやばいな。ちょっと1本目こちらでございます。 Nintendo のマリオブラザーズの、小箱カセットですね。最近、カイさんですね新しい備品を、買われまして、それで
多分これがまあダブリということでお譲りくださったんでしょうね。僕ですね、このマリオブラザーズの小箱持ってるんですけども、ここが日焼けしちゃって色あせていたりとかしまして、でこれはこれでなんかめちゃくちゃ綺麗なんですけど、さすが海さんのお持ちのもので、これ結構綺麗ですけどね。これカセットと説明書で、説明書とか全然折れじわとか癖がないものですからね。これはありがとうございます。はい、続いてこれありがとうございます。これ僕持ってなかったです。裸カセットね、これ僕、持っていまして、最近ですね、カイさんたちとやり取りしていた時に、この鉄道ってレトルフリーク読み込めなくて実機じゃないと動かせませんよねみたいな話をしていたんですよ。でこれ本当ご注意で、レトルフリークだとなぜかねこれ動かないんですよ、というですね、デイビーソフトというメーカーの鉄道でございます。ちょっとね癖ありなゲームなんですけどもいいですよ。でこれも箱ゴリゴリに綺麗ですね。全然スレとか破れとか、この真正面とかもうピッカピカですから、いやこれはすごく状態いいものを送りくださって、はいすごいですよこれ。あ、もうさすがですね、付属品とかも全部ついていらっしゃる、説明書ダメージが全然ない。でこれがマップなんですけども、マップめちゃくちゃ綺麗ですねこれね。裏面はですねちょっとだけ、シミがついていたりはあるんですけども、すごく綺麗。この鉄道王って比較的ですね、ファミコンでも、まあ、初期の方に発売されていたタイトルで、ここツルツルなんですよ、脂肪加工というかザラザラしていないカセットで、わかりますか、これ傷が全然ついてないんですよ、差し込み傷というですね、めちゃくちゃ綺麗な鉄道を、お譲りいただきました。はい、ですね、これも欲しかったやつ、ビックリマンワールド RPG です。ちなみに結構ビックリマンのゲームっていうとですね、 PC エンジンのビックリマン、横スクロールのアクションロープレーですか、あれを連想する方多いと思うんですが、結構これはですねもうゴリゴリの RPG でございます。これはね僕ずっと欲しくて、最近ね値段もちらほら上がっていてですね、なかなかいい感じのものだとですね完品で5000円前後するというゲームでございましたので、ちょっとね買いあぐねていたんですけども、すいません、このタイミングで本当に嬉しい、カイさんありがとうございます。これもね、いやなんかね、いやいいんですか本当に、いやこれはありがとうございます。いやビックリマンワールドは僕子供の頃にちょろっとだけ遊んで、内容もですね全然覚えてないレベルなので、これ改めてやりたいなと思ってたんですよ。ケージブレーダーが終わったらやろうと思います。いやでもこれ超備品ですよこれ、はがきと注意書きと、あとはこう説明書が、うわこう全然読み込まれてないやつです。で、内袋に入ったカセットです。これね、ラベルも真っ白なんですよ。はい、というですねビックリマンワールドでございます。あとですね、ゲームには全然関係ないものが入っておりました。ですね、ブルダック炒め麺が入っていました。これ確かめちゃくちゃ辛いやつですよね、口から火が燃え上がる辛さ、これめちゃくちゃ辛いのかな、これちょいと食べてみたいと思いますね、これはね。はい、ということでですね、プルダック麺出来上がりました。うん、美味しそうな匂いと辛そうな匂いがもう混在してて、頭がわけわかんなくなっております。はい、ではということでいただきます。どうですかね、これ。カイさんの情報によると、
ペヤングのエンドぐらい辛いっていうことなんですけど、どうなんですかね。あ、なるほど、辛うまい。確かに辛いけども結構うまみがギュッと凝縮していて美味しいな。なるほど、結構ですね味付けが濃いめになっていまして、麺だけだとちょっとね濃く感じてしまうので、もうちょっともやし入れた方が良かったかもしれないですね。これね、これは海さん応じていただいて良かったかも。めちゃくちゃ好きな味かも。美味しいですね。はい、ということで完食です。ごちそうさまでした。はい、ということで、ラストですね。はい、ここに、ソラと書いてある通りファミコンコレクターのソラさんからの、贈り物でございます。まずですね、こちら燃えろプロ野球でございます。はい、燃えプロといえばですね、こうだと反対なんでこうですね。はい、すごく綺麗な燃えプロいただきました。で、ただですね、これは事前にソラさんから僕はですね、ご連絡をいただいておりまして、開ければわかります。はい、じゃあちょっと開けてきますね。通常この燃えろプロ野球って赤カセットじゃないですか。当時ですね、この燃えろプロ野球がもう売れに売れて生産が追いつかず、この赤カセットの側が用意ができなくて、妖怪クラブのこれ、側なんですよ。というので発売されたちょっぴりだけですけどもレア物扱いされているっていうこの黒カセットバージョンですね。はい、こちらの萌えプロを、いただきました。ソラさんありがとうございます。これはねめちゃくちゃ嬉しい。はい、続いてがですね、バツ&テリーでございます。これも僕ずっと探してましたからね。これね、野球ゲームじゃなくて横スクロールのですねアクションゲームなんですよ。漫画が題材になっているようなものなんですけども、ちょっとね癖ありな、アクションゲームでめちゃくちゃむずいということでおなじみのゲームでございます。これもねぜひご存じない方はやっていただきたいです。これもですね、最近いい感じのものが見かけづらくなってきてしまいまして、ソラさんとですね、日頃連絡を取り合っていいものがあったら確保しといてくれということで、今回ですね、ソラさんに確保いただいて、お送りいただいたというものです。はい、すっごくすごく綺麗ですね。今日ほんと笑うしかないんですけども、あ、これ中が綺麗ですね。説明書がもう全然使用感がない説明書です。多分ソラさんがなんか磨いてらっしゃるのかで、すごくえらく綺麗な、カセットですね。ありがとうございます。バツ&テリーでございました。はい、ということで次がラストになります。はい、こちらでございます。アドベンチャーズオブロロでございます。笑った理由といたしましては、これですね、完品とかだと下手すると1万円前後するっていう結構なレアソフトでございまして、さすがですねファミコンコレクターさんからお送りいただいただけあって、状態がすごくいい感じですね。まあ、ちょっとこの辺がシワシワにはなっておりますが、全然問題ないと思います。すごくいいものいただきました。本当になんかですね、今日いただいたものってもう全部なんかやばいんですよ、いい意味で。説明書もすごく綺麗ですね。カセットでございますが、これも、うわぁ、これは申し訳ないですね、本当に。大阪行った時には改めて、皆さんにお礼させていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。本当に、なかなかいい言葉が出てこない。はい、ということでございまして、お送りいただきましたものをですね、ざっとデスクに並べさせていただきました。すごくですね、たくさんのもの、また素敵なものをですね、お送りいただきまして、本当に感謝しかありません。ありがとうございます。はい、ということでございまして、今回は大阪のゲームコレクターの皆様からお送りいただきましたものの開封とご紹介をさせていただきました。いや、本当に申し訳ございません。素直にありがとうとは言いたいんですけども、ありがとうを通り越して本当にね、申し訳ない気持ちでいっぱいでございます。ありがとうございます。はい、ということでございまして、今回の動画は以上でございます。最後までご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございます。さよなら。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、お待ちしております。
ツイッターもやっておりますので、フォローお待ちしております。